滑車。滑車とは、中央に一本の軸を持つ自由回転可能な円盤、作林と、その円盤、作林を支持して、他の物体に接続するための構造部とで構成される、機構であり、円盤、作林外周部に接する、棒状物、または、作上物の方向を案内する目的のほか、作上物の聴力を、他の物体に伝達したり、作上物へ張力を与える。 目的に用いる器具である。ロープ、ケーブル、ベルト、あるいは鎖などの柔軟性を持った削上物を円盤の周囲にかけて使う場合には、円盤外周に沿って2つのフランジとその間に溝を設けて削上物が逸脱しないようにするの一般的である。力の方向を変えたり、引っ張り力を伝達するだけではなく、を向上させるのにも対応されている。5種類ある。 単純機械の一つである。英語では、複数の滑車を組み合わせた装置をと呼ぶが、日本語では、滑車装置あるいは、副滑車、組み合わせ滑車などと呼ぶ。一般的には、削除物に接して回転する円盤状回転輪全般が押し並べて、滑車と呼ばれているが、日本工業規格や、労働安全衛生法及びその関連規則の規定を根拠とすれば、軸、または、 軸受けとは活動関係にあり、ロープの流動に伴って、受動的に回転する円盤上回転輪単体及び円盤上回転輪に他の物体へ張力を伝達する構造を付加した器具が滑車であると言える。機械や自動車などで回転動力を伝達する目的で、エンドレスベルトを駆動しているベルト車や、ベルトの運動を受け取って回転力を取り出すベルト車は、 日本工業規格でプーリーと規定されており、これらは滑車の範疇には含まれない。欧米ではブロック、シーブという。日本の産業界では古くから綱や縄を案内する溝を設けた円盤状回転輪をサクリン、サクリンと称しており、材質面では金属製のものを金車、金車、木製のものを木車、木車と略称している例が多い。近年、 経過重要度で対応されている金属フレームに合成樹脂製の作林を組み合わたものはプラキン社と証拠されている。現在日本の産業界では作上物を案内する外周部工具備した作林単体をシーブと証拠するのが一般的である。またブラケットまたはフレームの側面に開閉可能な蓋を設けて作上物の途中で かけ外し可能な構造のもの、スナッチブロックと称呼している。ロープ式エレベーターや作動などで、原動機及びブレーキ装置の軸に結合していて、回転力を伝達して、操作や鋭作を駆動するシーブを、トラクションシーブと称呼しているメーカーが多い、作動施設に関する技術上の基準を定める省令では、これを、原動滑車と規定している。原動滑車は、 作動の駆動輪に限定した特殊な複合名詞であり、一般的な滑車と混同しない注意が必要である。ロープと滑車を使った滑車装置はロープを引っ張る線形な力、張力を何らかの負荷に伝達して、その負荷を重力に対抗して引っ張ることを目的とする、単純機械の一つに数えられることが多い。単純な滑車装置では摩擦を無視すれば、 機械的倍率を滑車の個数から計算できる。一方の端が固定されていないロープにかかる張力は一定であり、滑車と滑車の間に張っているロープをそれぞれ本と数えると、機械的倍率は負荷を引っ張っているロープの本数に等しい。例えば下の図3では、ロープの一端が負荷につながっていて、そのロープで支えられた滑車も負荷につながっている。そのため、 全部で3本のロープで負荷を支えていることになる。ロープの固定されていない端に1 0 0ラムの張力をかければ3本のロープそれぞれが1 0 0ラムの力を発揮し、全体として3 0 0ラムの負荷を支えることができる。つまり、機械的倍率は3である。負荷にかかる力は、機械的倍率によって増加する。しかし、その負荷を移動させる場合、 ロープの固定されていない橋を引っ張った距離に対して、負荷自体が移動する距離は逆に短くなる。大きな負荷を支えられるロープよりも細いケーブルの方が扱いやすいことから、ビンチで物を引っ張る際に、滑車装置による機械的倍率を適用することがよくある。例えば、クレーンに見られる。滑車装置は、機械的倍率が整数になる唯一の単純機械である。 実際には、滑車の数が増えると装置全体の効率は低下する。これは装置内で、ケーブルと滑車の間や、滑車の回転機構に生じる摩擦が主な原因である。滑車を誰がどこで発明したのかは分かっていない。滑車装置、副滑車を、初めて開発したのは、アルキメデスだとプルタルコスが記している。プルタルコスによれば、アルキメデスは人を大勢乗せた戦艦を副滑車と、 自分の腕力だけで動かしたという。滑車には取り付け方法により二つの故障がある。滑車装置の最も単純な理論では、滑車と線、ロープに重さがないと仮定し、摩擦によるエネルギー損失もないと仮定する。また、引っ張っても線は伸びないと仮定する。平行状態では、同滑車にかかる力はゼロとする。すなわち、 同滑車の軸にかかる力は、両側の線に等しく分散して伝わることを意味する。これを示したのが、一である。線が平行でない場合でも、それぞれの線の張力は等しいが、方向が異なるため、ベクトルとして表した力の総和がゼロになる。次に、重り、負荷の重量とそれが移動した距離の積は、線を引っ張る力、張力と引っ張った、長さの積に等しい。 持ち上げた、重さを引っ張った力で割った値が、滑車装置の機械的倍率である。このように、滑車装置はなされる仕事の量を変化させない。仕事は力と距離の積である。滑車は力が少なくて済む代わりに距離を犠牲にしている。少ない力で負荷を持ち上げることができるが、所定の高さまで持ち上げるには、より長く引っ張る必要がある。図二では、 同化者によって、重量 W を半分の力で持ち上げることを可能にする。力、随一の赤い矢印は線の両側に等しくかかり、その一方は天井に固定されている。この単純な装置では、力の方向と重量が移動する方向は同じである。この場合の機械的倍率は2である。重量を引き上げるのに必要な力は W2 だが、 所定の高さまで引き上げるのに2倍の長さの線を引き上げる必要がある。したがって、全体としてなされる仕事、力距離は同じである。図 2R では2つ目の滑車、低滑車が追加されており、単に力の方向を反転させている。機械的倍率は変化しない。低滑車を追加することで、機械的倍率を向上させることもできる。図3では、 低滑車を追加することで、機械的倍率が3になっている。それぞれの線の張力は W3 で、それぞれの滑車の軸にかかる力は 2W3 である。次 A のように、さらに低滑車を追加することで力の方向を反転させることができるが、機械的倍率は変わらない。それを図 3A に示す。このように理想的な滑車を追加していけば、 機械的倍率をどんどん向上させることができる。実際には滑車を増やせばその重量もかかるし、摩擦も増大する。したがって、現実の滑車装置には使用可能な滑車数の限界がある。図 4A には機械的倍率が4の滑車装置を示している。天井への固定箇所がまとめられ、同滑車が一つの軸でまとめられた実用的な実装を図4ビットに示す。 滑車が少ない方が効率が良い場合もある。副滑車では、それぞれの滑車やロープにかかる力が分散される点が最大の利点であり、それによって滑車やロープの耐えられる荷重を抑えつつ、大重量を持ち上げることができる。組み合わせ方によっては、滑車やロープにかかる力がそれぞれの場所で異なることもある。では、基本的にロープは一本であり、低滑車と、 同滑車をそれぞれ同じ軸に実装可能という利点がある。滑車はあくまでも削除物の,の移動に伴い受動的に回転するものであり、軸を介して回転動力を徐々伝達するものは滑車ではない。古くから船舶分野をはじめ、世界各地で井戸の上屋に取り付けて、鶴瓶の縄を底に通すことで鶴瓶を引き上げやすくするなどに使われている。 その他に吊り上げ式の縄文や跳ね橋などの開閉などにも利用されてきた。近年ではクレーン、デリック、エレベーター、ロープウェイやケーブルカーなどの作動に応用されている。もっぱら人力で張力をかけて使用するもの、労働行為以外の個人的用途で用いるもの、極めて軽荷重の用途、おもちゃや釣り具などで破損による危険性の低いものは、 規格等は定められておらず、法令規制なども受けないが、労働行為で用いるもの、動力機械装置で聴力をかけるものは、労働安全衛生法及び関連規則、日本工業規格に適合した構造と強度を具備したものを用いなければ、習い。クレーン、デリック、貨物用、または作業用エレベーター等で用いる滑車は、労働安全衛生法、 クレーン等安全規則の規定に適合した構造と強度を具備したものを用いなければならない。建築物に付帯する常用エレベーターで用いる滑車は建築基準法及び同士高齢の規制を受ける。一定規模以上の船舶に積載される溶化装置、船舶クレーンやデリックや二役装置で用いる滑車類は船級協会の規格に適合していないと 気候遅刻の法令にによって切眼に作業及び入港を禁されるる場合がある日本工業規格では、性能維持と安全確保のために、多種多様なシーブや滑車について規定している。法令や規則の適用を受けない用途であっても、粗悪品の排除と自己防止の観点から、日本工業規格に適合した滑車を採用するのが望ましい。作品、プーリー、ドラムと、 軸が回転自由な関係であり、ベルトの方向を変えるだけで回転軸力を伝達しない、サクリンであれば滑車と分類できるが、サクリンと軸が接合されていて、軸を介してサクリン回転力を対伝達する場合は輪軸を応用した動力伝達装置になる。ベルトとプーリーのシステムは一つのベルトに二つ以上のプーリーが対応していることを特徴とする。 これによりプーリーの軸と軸の間で回転力、トルク、速さを伝達でき、それぞれのプーリーの小道が異なる場合は、機械的倍率も変化させることができる。ベルトドライブは、チェーンドライブに似ているが、この場合のプーリーは、表面が滑らかで、プーリーとプーリーの小道の比率が、機械的倍率に、ほぼ相当し、チェーンドライブのように歯車の歯数の比のように正確に、 倍率を設定できない、チェーンドライブでは、歯車とチェーンを噛み合わせるため、理算的に歯車の1歯ずつ動かすといったことが可能だが、ベルトドライブは一般に、それができない。フランジと溝を持たないドラム型プーリーの場合、平ベルトをその中央に保つために、やや突面にしておくことが多い。これを、クラウンプーリーと呼ぶ。これは、アップライト型掃除機でブラシを回転させる機構や、 ベルトコンベアーの駆動輪で使われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。